こんにちは、春風ツアーです。今回は仙台空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は6月です。仙台を朝7時45分に出発いたしますと、クラクフへは同日の21時45分に到着いたします。仙台を出発後、成田空港を経由いたします。そして成田を出発後はオーストリアのウィーンに入ります。ここで航空機を乗り換えてクラクフへと向かいます。航空機のお時間は予告なく変更になる場合がございます。ポーランドへのご旅行につきましては、どのようなことでもお気軽にお問い合わせください。今回は6月出発の仙台空港からクラクフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。